はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、まあ、いくつか、紹介することがあるんで、まあ、急いで、話していこうと思います。で、まずはじめに、こちらをご覧ください。何日か前に、リンチとプラトゥリを紹介してくださいっていう、コメントをいただきました。どうもありがとうございます。先に言いたいのは、僕は詳しくないです。あと、作品多いじゃないですか。そう、作品が多いんで、メンバー紹介と、CD のシングルとアルバムの売り上げ枚数の、紹介だけ、していこうと思います。で、まずはじめは、こちらリンチの、メンバーになります。5人ですね。ボーカルにツインギター、ベース、ドラム。で、活動期間が2004年から、現在も、活動中です。で、次が脱退したメンバー、関係者は、サポートベース、3名になります。で、次が、シングルの、売上枚数になります。どうですか、ファンの方。意外と少ないと。こんなもんじゃないと。どうなんですかね。僕、全くわかんないんですよ。聞かないんで、リンチは。こんな感じですよ。僕、代表曲もわかんないですから。何か、おすすめがありましたら、またコメント欄で、教えてください。で、次が、アルバムですね。アルバムの方が売れてるんですよ。あの、枚数で見ますと。3200枚ですよ。こんな感じですよ。えって思います？嘘じゃないですよ。嘘だと思ったら調べてみてください。はい、ということで、以上をもちまして、リーチの紹介を終わろうと思います。で、次は、プラトゥリっていこうと思うんですけど、CD の売り上げ枚数が、まさか出てこないんですよ。で、メンバーも作品も出てくるんですけど、売り上げ枚数出てこないんで、で、作品多いんで、プラトゥリはさようなら。申し訳ございません。はい、ということで、で、次は、5チャンネルの書き込みなんですけど、わかった、ついに。でしょ？俺言ってたじゃん。ね。物事は、もう先読まないと。こちらをご覧ください。ルナシーですね。ルナシーネタですよね。10年も前に、解約したはずの、ルナモバから、自分に、チケットの案内メールが来るとか、今回のツアー、ルナシー自身が、埋まらないことを自覚してんじゃないか。杉蔵ソロも、2005年、2006年とか、一番やばい時期、ファンクラブ辞めたやつにも、確信犯的に、会費払ってるやつと、同じメール送り続けてたんだよね。で、次が、あとこれは、杉蔵の話というより、X の話だけど、ガラガラ、日産ライブも、チケット売れなさすぎて、杉蔵のファンクラブでも、すでに大会してるやつにも、メール一斉送信してて、会費払ってないやつが、ファンクラブで、チケット取れてた。で、これで最後ですね。ルナシーのアルバムは、ルナシーまで。ルナシーのライブは、ファイナルアクトまで、今は、集金を兼ねた、プロジェクトだと思ってるということで。やっとわかった？俺がさ、1年半だっけ？ 1 年か2年前だな。もうぼったくりバンドオワコンってね、言ってたでしょ？そういうことなんだよね。で、俺調べてなかったんだけど、これ5月に、ホールツアーでいいんですか？全国ホールツアーでいいんですよね。神奈川からですね。これね、何公演かちょっと数えてないんですけど、まず5月の25、2days ですね。これ神奈川、相模女子大学グリーンホール大ホール。申し訳ございません。キャパも調べてないです。で、6月1日、仙台ですね。サンプラザホール。で、これも 2days ですね。で、6月7日、群馬、高崎。もしかして、川村さん言うのかな？高崎行くぞって。高崎かかってこいって言うと思います。これね、わかる方は笑ってますよ。会場高崎だよ、これ。で、6月9日が、千葉ですね。千葉の、文化会館大ホール。キャパ申し訳ないです。どこも調べてないです。で、次が、四国、高知と、香川ですね。高知県立県民文化、ホールと、香川は、レクザムホール、大ホール。で、6月21日金曜日、滋賀県立、芸術、劇場、琵琶湖ホール、大ホール。で、まだあります。
6月22日の土曜、岐阜、6月29日、兵庫県、神戸国際会館、国際ホール。で、兵庫県は 2days、会場同じですね。で、これで最後ではないんですけど、7月の6日、福岡、サンパレスホテル&ホール。で、これ 2days で、一番下、7月の13日が沖縄。で、これが最後です。沖縄が、2days になります。で、今回の、このツアーは、シャインとルナシーですか？シャイン&ルナシーでいいんですかね？こんなもんさ、行きたい？行きたいのかな？で、チケットがこちらです。奴隷シートは24,200円。で、着席指定席が14,300円。一般指定席が12,100円。すべて税込みになっております。ね、埋まる埋まんないの前に、こう、必要これ。でもさ、5チャンネルでも、ね、やっぱ集金ってね、書いてる人がいるっていうことは、でしょ？ね、もう俺会場さ、こう言ったらあれだけど、1万や2万ぐらいですよ、チケット。だから、さすがに行くと思ってんだけど。埋まるかは知らないよ。埋まるかは知らないけど、ね、そこそこ足を運ぶんじゃないよ。だってアホみたいなやついたよ、これ。全公演買ってるやついたよ。頭いかないじゃん、こいつ。本当に。そう。ねえ。だから言ってじゃん。俺去年からさ、去年のちょうど今頃だよ。ラーメン屋がさ、コロナ禍が落ち着いたじゃん。ね、コロナ禍が落ち着いて、オンラインサロンをさ、封鎖したじゃん。ラーメン屋。で、なんか体調不良かなんかで、ツイッターをちょっとね、離れますみたいなポストしてたと思うんだけど、で、5月に武蔵野森あったでしょ？で、武蔵野森の1ヶ月ぐらい前にラーメン屋復活したんだよね、ツイッターで。で、アホな奴隷は、ラーメン屋大丈夫？みたいな。お体どうですか？みたいな。だから、ラーメン屋が復活した理由っていうのは、心配なんじゃない？そりゃそうでしょ。だって、埋まんないもん。どの会場も。そうですよね。え、だって、当日券はあるわ。ねえ、ですよね。さすがにさ、悪質な転売は見てないけどね。ルナシーのファンは。5万とかさ、10万では見てないんですけど、ねえ、売れ、いや、まあでもどうなんだよな。これだけさ、政治家叩いてるわけじゃないですか。ねえ、ツイッター見てると。ねえ、たとえ1万、2万でもさ、高いよね。って僕は思うんですけどね。俺が高い高いって言うとさ、お前金ねえんだろうみたいな、この無職が、みたいな。俺行けるから。行かないの。ただでも。はい、ということで、まあ気になる方は、これチケットももう販売されてるんですよね。まあ、チェックしてみてください。で、次なんですけど、お帰りなさいませ。誰のことだと思います？まさかなんですよね。もうここに出さないです。誰だと思います？つい2週間ぐらい前ですね。紹介したんですけど、これまさかですよ。ちょっと待ってくださいね。ね、このツイッターのポストで、あったあったあった。これだ、これだ。はい、ぼったくり松浦さん。福袋見てください。白いやつのさ、白いやつ11万だったじゃないですか。まあ、10万の税込み11万だったんですけど、売れちゃってるんですよね。これ下げたんではないと思いますよ。そう、白いやつ限定1個で11万だったんですけど、先ほど見たらないんですよ。あ、5万はありますよ。これ5万。これは5万。そう、先着2名様。で、なぜか、これが1万1000円と2万2000円。そう、赤い方が1万1000円と2万2000円。これもさ、なんか復活してんだけど。そう、白いさ、11番売れてんだよね。そう、残りこれになりますよ、この3つ。福袋ってさ、今2月なんだけどね。これさ、誰買ったんだろう。あ、心当たりはありますよ。ね、ツイッターでさ、松浦さんの熱狂的なファンがいらっしゃるんですよ。出さないんですけど。なんか、ミラージュも復活して、チケット1番取ったとかでポスト、そう、スクショして上げてたやつだと思うんですよね。
あ、40ぐらいだと思いますよ。30後半40ぐらいの、そう、ツーショット写真とかも何枚か上げてたんですよ。熱狂的なファンです、松浦さん。買う？ 11 万で。ねえ、これ下げたじゃないと思うんですよね。売れたんじゃない松浦さん、よかったよね。11万入って。はい、ということで、まあ、またね、福袋が、これ全部は無理でしょう。まあ、いくつかあるか知らないけど。ね、ぼったくり松浦さんを、紹介していこうと思います。で、次は、はい。もう気分悪いわ。はい。ぼったくり。はい、詐欺師ゴミタケです。ね、2日前は、まあ、支援呼びかけてなかったんですけど、ね、つい先ほど見たら、また呼びかけてるんですよ。もう何度も言ってます。寄付しないでくださいね。支援しないでくださいね。言ってんにもかかわらず、一人か二人は、ね、毎回さ、ペイペイで送りましたとか、そう、こいつにリップ送ってんだよね。ありえないでしょ、ほんと。何十円でもダメだから。ね、1円でもダメだから、ほんと。ね。何を勘違いしてんの？なんか、日本を守ってください、タケちゃんとかさ。こいつ無職のクズだからね。ね、スマホで撮影して勝手にポストして、支援を呼びかけるために、ね、遊んでるんだよ、こいつ。ね、本当に。はい、ということで、ゴミタケの紹介も以上になります。で、最後は、バンド紹介に移ろうと思います。で、今日紹介するバンドなんですけど、これ、ご存知の方いらっしゃるかな？こちらです。これ、まだ活動してたの。僕、嫌いではないんですよ。歌は置いといて。演奏が好きなんですよ、この人たちの。アレスっていうバンドなんですけど、どなたかご存知です？これ。メタル系ですよ、これ。演奏激しいです。アレスっていうバンドで、初めて知りました。和歌山らしいですよ。和歌山のバンドです。で、早速メンバーの方見ていこうと思います。はい、アレスさんは、脱退したメンバー多いんで、ちょっと分けました。左が、現在のメンバーになります。で、右が、すべて脱退したメンバーです。これコメント欄にもなかったんですよ。それはないですか？女性ボーカルなんですよ、これ。陰陽座には近くはないですよ。近くはないんですけど、まあ、演奏が僕はね、こういう、なんか楽器やられてる方でしたら、そう、経験者でしたら、まあ、分かってくれるんじゃないですか？って思いました。はい、メンバーこんな感じになります。で、次が、はい、デモテープ、マキシングル、ミニアルバムになります。で、もちろん、YouTube にあります。公式もあったと思います。で、次が、アルバムと、VHS。VHS は、ビデオになります。あ、これで最後ですね。オムニバスが、まあ、多かったんで、省きました。申し訳ございません。はい、ということで、今日は、アレスっていうバンドを、紹介しました。皆さんどうでしたかっていうことなんですけど、あ、今日なんでこれかって特に意味はないんですけど、時間があったんで、ね、たまには。そう、たまにはまた、はい、やってみようかなと。はい。あ、クソジジイの最新情報ですか？あ、ないです。ないです。もう思うんだけどさ、ポストでこういうのあるじゃん。なんか一瞬だけね、帰りましたみたいなさ。いらなくね、こいつ。ずっといんのにさ、日本にね。たまにはさ、納豆とご飯食べましたとかさ、ね、乗せればさ、クソ信者が、あ、よっちゃん納豆私も食べたわ、みたいなさ、老婆が騒ぐわけじゃないですか。ね、朝食パンでした、食パンにマーガリン塗りましたとかさ、ね、写真乗っけりゃいいのにさ、ね、いつまでもさ、なんか、ね、成金気取ってさ、こいつ、セレブ気取ってさ、バカじゃないの、こいつ、ほんとね。はい、っていう感じになります。ね、最新情報が入り次第、まあ、紹介していこうと思うんですけど、動きないんですよ。前にも言ったじゃないですか。今年に入って、8月の海外公演、ニューヨークでしたっけの、ラストロックスターズしかないんですよ。だからやつ暇だと思いますよ。ブランドがどうなってるかわかんないですけど。そう、どこ行ったのかわかんないです。はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。